あ、なんかさっきの続きなんですけど、なんか勝手に止まりましたね。まあ、続きなんですけど、はい。ちょっとですね、あの、煮込み作りましてですね、はい。これですね、なんか、カブとか、まあね、赤ウインナーとか、鮭とかね、いろいろ入ってるんですけど、これ美味しいんですよ。で、ちょっとね、これをですね、あの、おっさんが食べるっていうね、ちょっといただきますね。カブうまい。めっちゃうまい。スープもめっちゃうまい。こんにゃくもうまい。このカブのこの何でしょう、これ葉っぱ茎なんかわかんないですけど、これうまいですね。うまっ。この前の動画出たの、これ。スーパー鮭のへそ。これがうまい。眉。でもさっきの動画なんでストップしたんですかね、ちょっとわかんないですけどね。これうまい。ですね、ちょっとお客さんからもらったストックビール、これいっちゃいます、これ。うまい。てか、さっきの曲は流したけど、まあ、有名すぎて説明するのもあれなんですけど、まあまあ、ただまあ、もう50年ぐらい前の曲なんで、まあ、知らない人のための、一応、レッド・ゼッペリンのロックンロールです。ロックンロールな曲なんですけど、題名もロックンロールなんですよね。あれはもう当時、まあ、あれ、だから発売されたのが1900、あのアルバム4枚目、71年ですかね。1970、ああ、だから、50年前ですね。ああ、すごいですね。ちょうど50年前ですね。すごいアルバムなんで、ぜひ気になった人は聞いてみてください。もう、いろんな、もう、ビートルズに出てきた、もう、バケモンバンドですから、もう、はい。もう、ね、このヒゲのおっさんがわざわざ説明するまでもない、もう、とんでもないバンドなんで、はい。自分は、彼らの音楽を、聴いて、ギターやろうかなと思いました。はい。ぜひ、はい。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと、音楽流しますかね。はい。ただ、YouTube なんで、CM も流れるんですけど。はい、再び動き出す。いやー、でもさっきなんで止まったんだろうな。まあ、第2弾っていうことで。おう。まあそんな感じで、ちょっとね。まあこんな感じでね。散らかってきましたね。ユーミン最高。ユーミン最高ですね。はい、まあ、そんな感じで、この瓶ビールを開けまして、まあ、最近のこの流行りのグラスで、ウェイ。カリン。やっぱビールの方がうまい。あ、まあ、最高なんですね。空をかけていきますね、これね。まあそんな感じで。これ、うまいんで、もしここに食うことがあったら食べてみてください。
うん。